まず初めにご説明よろしくお願いします。私は青宮元気と申します。座ってままで申し上げます。今はミャンマー人の難民認定者です。で、そのこれから の, あの経緯というのをちょっと説明するかですね。そうですね、経年の、そういう本当のミャンマーのサッカーチームですね、来日して、チワの試合で、ケリアンさんがですね、サモの指を立てたと思っていて、で、それは、どういう意味かというのことを、ミャンマー人、在日ミャンマー人たちはみんな、分かっていると思います。これは、ミャンマー国軍に対する批判でもあり、ミャンマーが、ミャンマーが深刻で問題であることを、日本と世界中を、彼は発信したかったことと、みんな理解しています。ただ、彼たちは日本に来たときにですね、この後の選手とか、そういう彼たちのチームに対する批判とかもいろいろありましたけど、私個人的に考えとしては、彼たちは、山国内でプレーしている選手たちなので、国外に選手プレーしている選手たちは、バイコットとかなんとかできるんですけど、国内でプレーしている人たちには、ワールドカップの行き場行こうとか、なんか国軍とかに言われたときには、いや、バイコットしますとかなんとか言ったら、その場で逮捕されて、逮捕されたら、山ではもう夕方逮捕されたら、翌日の朝に遺体が戻ってくるというの、状況なので、誰もがそれを、バイコットしますとか、そういうことを言えないと思います。それで無理やりこの、日本に連れられて、そこで、自由な地域である日本では、彼たちの、自分たちの言いたい、なんていうかな、表現の自由を使って、彼たちは、その3本の意味とかを立てたと思います。彼みたいなような選手たちの中にはいると僕は思っています。ですから、大阪でも、僕は、大阪で、ヤマスタジアの前で、日本政府と日本国民は選手たちを保護してくださいというのを、デモ抗議を私は、やってました。それでその後ですね、彼さんの意味を立てた彼をどうやって助けてあげたいんですね。いろんな方法を使ってたんですけど、なかなかうまくできなくて、いろいろ、失敗とかもいろいろありましたけど、彼とは信頼関係がすごいできたので、その後はですね、彼は日本に戻ることになりました。はい、あとは質問とかでございます。よろしくお願いします。では質問のある者さん、よろしくお願いします。共同通信の機会です。はい、川先生にお伺いしたいんですけれども、実は難民審査の手続きですね、いつ頃基礎的に受けられているのですか、審査先ですね、または救急避難措置の適用を求めるかどうか、その辺の手続きは申し訳ないんですけども、ね、現状をご答えいただける範囲で教えていただきたいと思います。難民申請については、今現状ではですね、できるだけ早く、行いたいというつもりでおります。そんなに日数を空けるつもりはないと、そういうつもりでおります。実的にはでも月内ぐらいのイメージ。そうですね、はい。それで、彼は90日のビザで入ってきておりますので、まだ2ヶ月余り残ってるんですね。だからそれまでは合法的な財源が保障されているということなんですよね。それでもちろん緊急事態もですね、入管が緊急措置を取りましたので、ミャンマーの人については留学生であろうと、どういう人であろうとですね、就職できている人も含めて、留学できている人も含めてですね、デモなんかに参加してミャンマーへ帰れないという人については、6ヶ月の特定活動で働くことのできる在留資格を付与するという、そういう緊急措置を今発
らしいですね。で、まあ、難民申請しなければもちろん彼はその適用対象になるんですけど、まあ、難民申請するとですね、また別の在留資格の運用が今なされておりましてね、難民として認められる可能性の高い人についてはですね、8ヶ月経過した後から、就労のできる特定活動、6ヶ月を付与して、それで難民に受けたら定住者の在留資格を付与するという、まあ、そういう扱いになるわけですね。それで、まあその場合は最初の8ヶ月間は仕事ができないとこういうことになるので、緊急措置との関係がどうなるのかちょっとやってみないとわからないところがあって、まあ、場合によってはもう緊急措置でストレートに最初から6ヶ月の特定活動で仕事もできるという認められる可能性もあるし、まあ、8ヶ月はちょっと様子を見ましょうというふうになるかもしれないです。ちょっと今やってみないとわからないところがあります。難民認定されなかったとしても自動的に緊急避難措置になるかどうかはわからないです。2ヶ月と2ヶ月の間に難民認定されなければ在留期限切れちゃう。それはもう別の枠組みかもしれない。いやいや、だから難民認定すると2ヶ月、3ヶ月、3ヶ月というふうに仕事のできない特定活動でつないでいくんですよ、今の現状の運用はね。で、8ヶ月過ぎたら6ヶ月の就労のできる特定活動を付与するという、まあ、そういう今運用がなされているので、それとその緊急措置だと最初から6ヶ月の特定活動、就労ができるということなんですよ。ちょっとこう緊急措置の方が良さそうに見えるので、その適用対象、適用関係どうなるのかちょっとやってみないと分からないと思います。今のところはそう考えていますが。おはようございますでしょうか。まだ毎日新聞の宮川と申します。これまでちょっと日本に入国、いつごろ入国されたのかっていうのと、ちょっと空港でどういったことがあったのかっていう、ちょっとその事実関係、それまでの経緯を教えていただきたいんですけど。来日しました。で、今いろんな情報が自分に対するいろんな情報がみんないろいろ言ってるんですけど、まあ、そのいろんな言ってる情報の中で飛行機に乗ってから飛行機の椅子に座ってから入国管理局に呼ばれて降りたというのを、脅された、日本にね、脅されたというの情報とかも一部もありました。で、ただ正しい情報を言うとですね、自分は最後の出発の時間にですね、イミグレーションを取るときですね、その時にその時ですね、自分は英語で I don't want to go back to my country という、また自分の国に帰りたくないという英語で伝えた。入国管理、管理局の職員で、その後でね、知り合いから送ってきたメッセージには日本語で文章を書いてるので、その文章を携帯を見せました。で、見せて、でそれで入国管理局の職員が分かりましたと言って、あれを個別の部屋に連れて行きました。というようなことが正しいなこと。それ
昨晩の何時頃の出来事なんですか。ただ、ミニアペイ、およそ大体、まあ、その9時半、21時半ですね、まあ、飛行機が11時10分に出発する予定なんですけど、地方 の, ことちょっと問題で、飛行機は、まあ、23時30分ですね、11時半、はい、23時30分、11時半に飛行機が飛びました。ですから、このいろんな彼自身が自分自身が問題が起きたのは、21時半ですね、9時半。静かに触れて行かれた後で、こういった出来事があったんです。まあ、静かに個別の部屋に連れて行かれました。そこで、支援者の方がこっちやったということになりました。はい、ありがとうございます。個別の部屋に着いたときに、日本で知ってる人がいますかと聞かれて、その人は誰ですかとか、どこに住んでいますか、今どこにいますかと聞かれたときに、お兄さんがいると言って、でそのじゃあそのお兄さんの名前を教えてって言ったら、僕の青宮温泉というんですけど、僕の名前を言って、それで僕の電話番号と僕の出場とか住んでいるところとかを言って、それで今どこにいますかというか、空港内にいるということを彼が言って、それで出版に行く彼と作る人が支援者私の方に連絡が来ました。まず一夜明けた本人の気持ちと、家族とか他の選手たちへの今現状を持っている思いがあれば伺いたいです。そうですね、まあ、明日が日本に今寝ました。で、まあ、来た時にですね、自分のチームメイトのことや、自分の家族のことということなどを考えました。で、自分は日本が安全に実行中なんですけど、まあ、自分のチームメイトたちはですね、シンガポール経由で、9時半ですね、朝9時半に現場に到着しました。で、そこで、
ミャンマーのイミグレーションとか、その国語でね、自分がミャンマー、日本に持ってない、日本に残ったということについては、ミャンマー国語もそれを分かってたはずですから、ですから、チームメイトたちにですね、取り調べとか、いろんな拷問とか質問とかをされるかなと思って、彼は心配はしました、自分は心配しました。でただ、日本人たちは今はホテル待機で、ホテルで今、コロナ のテストがあるので、それで今、ホテルにはみんな今、行くということです。で、見た家族ですね、家族のに対しては、心配はありましたが、今の段階では、家族はまだ、今の段階ではまだ、まだ大丈夫状況です。すみません、ABC テレビの木原と申します。なぜ最後のギリギリの時点で決断されたのか、それまで何を悩んでおられたのかというのと、最後にどうして決断されたのかを教えていただけますか。最後にギリギリに決断したかというと、私と青宮文さんと連絡があって、で、何回か青宮文さんとホテルから自分が逃げて、で、青宮文さんと一緒に逃げようとしてたんです。で、ただ、何回も失敗したり、警備の体制が厳しくなったり、そういう、メディアとかも来て、メディアとかのことをホテル側から気づいたり、警備とか警察とか気づいたりとかがあって、でそこで、何回も頑張りましたけど、失敗しました。最後の日、飛行機乗る日ですね。飛行機乗る日、ギリギリまで頑張りましたけど、警備体制がもっと厳しくなってきて、自分が出ましたが、出れないようにされて、それで、最後には諦めて、青宮さんの方に連絡をして、自分は諦めました。もう逃げることができなかった。それで、ごめんなさい、もう帰りますということを青宮さんに言いました。言って、最後には自分がもう帰ろうと思って出ましたが、
自分の、まあ、心の中に最後まで頑張ってみるというの気持ちが現れて、また、それで、また、今までの、友人たちの、プッシュとかのこともあって、それで、最後のチャンスだと思って、そこでイミグレーションを取るときに、頑張ったことです。そう、ちょっと亡命するかどうか悩んでたんじゃなくて、警備が厳しくてできなかったということですね。で、亡命したいという意思は言ったら、もっと。試合がまだ終わってないのことでもう一つあります。自分のことでチームメイトに迷惑をかけたくないのもう一つあり、まあ、先言ったみたいに警備の体制とか厳しくなったり、検査官とかも厳しくなってきたり、そういう警備の体制がもっともっと増えてきたりとかが、まあ、最後の日とかにはありましたから、それも一つの原因で、さまざまな原因でうまくいけなかったのことで、最後には最後のチャンスだと思って、それがイミグレーションで決まったことです。すいません、読売新聞の林と申します。先ほどミャンマーのご家族は大丈夫だというお話があったと思うんですけど、それは連絡を直接取られているのかどうかで、取られた時にご家族側は、今回日本に残るという決断に対してどういうようなことをおっしゃっておられるのかっていうのを教えてください。ミャンマーちょっとやってられるけど、ミャンマーは新聞買わないですか。ミャンマーちょっとやってくるからな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 。家族とは直接連絡というか、Facebook の、SNS をメッセンジャーを使って家族と連絡をしました。家族は今の状況を家族にも伝えました。そしたらお互い家族も自分のことを知っているし、自分の家族のことを知っています。家族からどんなメッセージが来ましたか。ミダフワンが逃げるプロメッセージがあったよ。家族はですね、自分たちは問題ないので、
ケビアン選手が問題ないようにもっと日本で暮らしてくださいということで、ミャンマーはメシコカーになった時、まあ、なった日にはミャンマーに戻って帰ってきてと言いました。でまたミャンマーでは家族はですね、ミャンマーで気をつけて暮らしてるっていう。でもう一点だけ、試合中に3本の指を立てたことは今は後悔とかそういうのないかっていうのと。後悔はしないです。で、全て自分がやったことであります。で、自分がやったことについては、日本国民全員が、日本全体が知るようになりました。自分のこの3本の指を作ったことが、それについては自分が満足をしています。日本に来る前からですね、この3本の指を日本で立って見せる考えはありました。ただ、亡命するとかまでは考えませんでした。で、この3本の指を日本でこう立って見せて、でその後、現場に普通に帰るつもりでした。ただ、どんどん自分のこの3本の指の立て方とか、どんどんメディアとかにも広めて、もっと大きなニュースになって、でそれがそうなってしまうと、軍人クーデラに、山ほど軍にね、山ほど軍に許せないことなので、国に帰ったら、それ危険だというのを気づいて、で亡命することを決めました。もう一点だったんですけど、まあ、結局このような大きな話題になって、今このご自身がやったっていうことは、この大きな話題になったことを含めてどう判断されてもいかがかったと思われるか、どういうお気持ちですか。自分がやったことはですね、正しかったと思います。で後悔もしないんです。自分がやった行動はですね、成功したと思います。自分がそのチャンスを、自分ができるチャンスを掴んで、こういう3本の指を立てました。でそれが効果があったと思います。成功したとは自分が感じています。正しいことと思っています。やったことはどのような効果ですか。どういう意味だ。どういう意味だと思う。最近ではなくなるのは、一般的に言うと、他の方がいいんじゃないかな。
効果というのは、すべての日本人が多くの日本人に知ることができました。多くの日本人に応援をもらいました。で、それが効果がメリットなんですけど、デメリットとしては自分の家族との命には危険であることを自分が気づいています。私は日本政府には無理して言いたくないです。私はこの3本の指を立てたことに対して国に入ったら危険であることは間違いないです。で、私は選挙でね、投票で当選されたその政権に政権が政権を戻もう一回できることができる日には私は国には帰りたいです。合わせて、いつまた元に戻るかわからないと思うんですけど、その中で日本で不安な日々を送るんじゃないかなと思うんですけど、どういう思いで日本で暮らしていきたいですか。心配とか不安とかはあります。日本は初めて、自分が初めて来た国なので、日本のことは全く知りません。で、来たことないの地域で、自分は日本語も分かりません。一からこの国でいろんなことを学べながらいけないです。で、日本にはミャンマー人たちは大勢いるとは自分は知ってます。ただ、自分はこの環境には慣れてないので、自分は今心配や不安などはたくさんあります。最後にかなり多くの日本人の方が今回の会見に注目していると思うんですけど、日本人にどういうことを伝えたいですか。
今現在ミャンマーで起きている問題はたくさんある中で、国境でですね、国境、ミャンマーの国境、すべての国境でですね、避難民たちが増えてます。で、その避難民たちのためにですね、在日ミャンマー人たちは、在日ミャンマー人たちは、いろんな駅ですね、いろんな駅で、電車の 駅でですね、募金活動とかをやってます。で、その募金活動とかに、日本人たちがですね、日本人たちは、寄付とかを、たくさん寄付とかを、その募金活動に寄付してくれ、くれてます。で、それについて、とても日本国民に感謝しております。でこれからもミャンマーを通じて助けてほしいです。すみません、三上田先生、もう帰るか残るかっていう外際のタイミングでの日本に残ったということで、これからの暮らし不安っていうところもあると先ほどおっしゃっていましたが、一方でやっぱり帰ったら身の危険を感じている状況で残れたということについて、今率直に安心した気持ちとかどういうものがあるんでしょうか。いやー、すごい安心だな。誰でも見れる安心したというのは、自分の命が助かったというところには安心はしました。ただもう一つの面では、自分の家族の命がどうなるかの不安とか心配などがあります。残ってます。4日前なんですけど、4日前にですね、自分の実家の方にですね、住民票を国軍が実家の方に来て、住民票をチェックされました。家族リストですね。自分に家族リストがあるんですが、その家族リストに自分の名前がもう入ってるんですよ。お父さん、お母さんとかも入ってるんですよ。家族リストというのが、年末ではパッと家にあります。そのリストをチェックされたんですね。でもそれはどういう意味かちょっとわからないんですけど、チェックされたという情報が入ってます。だから不安だっていうところ、気持ちも強まったと。さらに本物の正義が言える。そうですね、それその人についてちょっと不安がありました。すみません、朝日新聞の笠原と申します。ペラキエリアナ選手、非常に心が揺れ動いていたと思うんですけれども、一時期はミャンマーに帰ると決めていたということで、その帰るという一時期の決断については、例えば軍の関係者からこう家と強制されるようなプレッシャーのようなものはあったんでしょうか。いや、よろしくお願いします。
会たものですかね、ああいうきれいがあれの会会たものが死んだな、こう死んだな、あるいは会会たものが全部よく神やすいことになったので、会会たものが死んだな、会会たものが大きいのに、まあ、この山ごぼごんとかそういう、まあ、このごんには直接はそのプラッシャーはかけませんでした。これはただ、山坂連盟の関係者や、自分の、まあ、監督とか、自分の、まあ、上司というか、その上の人たちには、自分が、君が日本で残ったら、これから、山坂選手たちは海外の試合とかには出ることができなくなる。でまたサッカー選手の一人一人の試合とか外国の試合とかには試合とかには禁じられてされますというのこととかで、君一人でやったことがチーム全体に迷惑に なりますよというのことをようやプレッシャーはかけられました。今回ミャンマー代表チームが来日するということに、ミャンマー国民から批判だったり、冷たい姿勢だったり、そういったものがあったかと思います。今、こうやってクリアナ選手が3本指を立てて、その結果、日本に残るという決断をしたことについて、国民たちはどう見ていると思いますか？見ろ、人よ、声で何を、剣を見つめて、看板。これだけの人間が、マービグリアを見るを、3000だろうかな。あるいは、相手が、13年で死れば、ラベネグリア、レッドグリアの考えられたな。考えられたか、マービグリア、30年が60だ。日本でプレーすることについては、ミャンマー国民、多くのミャンマー国民には批判されました。ただじゃあその批判は今もうどうなったかというと、そこまでは変わらないです。その批判はされてままです、だがままでありますただ、チームは24名で来日しました。ただその24名の中で自分ただ一人だけが3本の指を立ってました。で、その自分の一人だけ3本の指を立てた自分に対するのに対しては、まあ、その応援とかはありました。で、シードはあり、応援とかはありましたけど、大きくは山国民がそのチームに対する気持ちはあんまり
される前に募集されるということを分かったので、青宮メンさんとの連絡が切れないように青宮メンさんにその携帯を頼んで、この携帯を自分の手に入るように、自分の手にいろんな方法で入るように頼みました。でそれで青宮お兄さんから の, その携帯が自分にの手に 入りました。それでその青宮お兄さんから手に入ったその携帯を使って青宮お兄さんと連絡を取り上げました。どういう形で渡されているんですか、兄さんの方から。なんか連絡を僕に質問した。あ、帰る。あ、ちょっと差し支えますね、それ。ちょっとすいません。はい。あと、その最終戦の後に、その部屋に、一部報道部屋に閉じ込められたっていう話があったと思うんですけど、
最後の日ですね。最後の日には自分は一応逃げました。3回、2回、1回あるんですよ。エスカレーターがあるんですよ。3回から2回まで逃げました。逃げたら2回でケリーがたくさんいて、そのケリーたちに止められました。止められて上に戻ってとかなって上に戻されました。戻されてケリーはいつもよりケリー体制が厳しくて、ケリーが人数が増えてました。でそれなのに自分は一応逃げました。一応でもその逃げたことが失敗して、3回から2回に逃げられないように警備体制がもうたくさん警備がもっと増えてきたので、最後は部屋に、戻らないとなったので、それで諦めたということです。部屋に手を引かれて掴まれて連れて行かれたっていうのはどういう状況なのかって、誰にしかもその手を掴まれてるのかっていうのを知りたい。情報は、その手をこう掴んで、こういくつかのこととかは、そういうのはありませんでした。すみません、毎日新聞です。先ほどご家族の話されてたんですけれど、ミャンマーに残ってらっしゃるの、家族構成というのを教えていただきたいのと、あと日本には何かご親族とか知り合いいらっしゃるのか、今後の滞在先とかももしかして伝えなければ教えていただければと思います。どうなってか、毎日新聞だけ一緒に行ってたら、マクロックとか周りが無理だったらな、みんな一番何かあるしだよ。で、4人兄弟、全員男で、お母さんは亡くなってます。お父さんだけで、ですから5名、全員5名。上から何番目なんですか？3番目。上から3番目、全員男兄弟。そうです。お母さんはいません、亡くなってます。で、お父さんがいたんです。で、日本には家族はいません。今度は大阪とかどのあたりにいらっしゃる、大阪とかどこに滞在されるんですか？予定、これから、はい、青宮お兄さんと友達たちと相談して、大阪に住むか東京に住むかを、自分にとって一番いいところを、どこがいいかを、みんなが言われた場所に住みたいです。
先生にちょっとお伺いしたいんですが、今回あの出国審査の後で、まあ、別の部屋に一緒に行かれたということなんですけど、こういった今回その入管側の対応っていうのは何か例えば珍しいんで点だとか、あるいはなんか評価すべきとか、そういう点が不満とか、そういう点に気づいたとかあれば教えていただきたいんですが。まあ普通はあんまりないですよね。スタンプをして帰国する表記になっていくだけのことですからね。で、ただまあ今回は彼は一緒にチームとは帰りたくないという意思を示したので、その意思を確認するために別室に連れて行って、でチームとは別の行動を取ってくれたという、まあ、それで助かるというそういうことになったんですね。まあ、非常にありがたかったのは、あれは夜ももう遅いし、普通だったらそういうことをちゃんと受け止めるだけの体制はないですけど、ちゃんと体制を取ってくれた、それはすごく感謝しています。それは今回異例の対応だったというふうに思います。まあよく彼の命を救うために入管当局が協力をしてくれるなというふうに感謝しています。政府の動きを反映して、まあ、決断入れる動きだった。そこまでは私は分かりません。はい、どういうふうに先生を考えられてますか。そのような、まあ、異例だということなんですけど、今の政府の意思を受けての入管の行動だったと考えられてます。どこまでの政府の意思が反映しているのか私は分かりませんが、ただ、国際大会での彼のパフォーマンスがですね、本国に送還されて彼が迫害されることによってどういうふうな日本はその時どうしたんだという、そういう影響を受けるというのはですね、かなり心配してたんじゃないかと、そういう気がしますよ、うん、だからすごく注目はどうすべきかということは注目化してたと思います。入管の中で、まあ、入管も政府もそうだと思います。スポーツ選手が申請されるっていう事例、申請が届けられてきた中で、あるいは連絡詐欺とかに告発される中で事例はありますかね。サッカー選手は多分日本ではないんじゃないかと思いますけどね。国際的にはよくあるんですけどね、日本ではないんじゃないですかね。認められた例っていうのは先生本当にではないような気がしますよね。よくありますよね。ええ、どういうようなところが挙げられますかね。まあ、印象が違うところで言ったら、キューバからアメリカの野球の判定なんかそうですけど、そういうものが似たような。なんかハンガリー道路の時なんかもサッカー選手がなんか、亡命したとかなんか、いろいろあると思いますけど、うん、やっぱり大きな動乱の時に、よくこういう問題が発生しますよね。うん、選手にお伺いしたいんですが、ミャンマーにいる際に、過去にですね、その何かこう政治的行動だとか、あるいはデモに参加したりとか、そういったことがあったのかっていうのと、何かその自身だとかご家族が、迫害にあったような経験がもしあるのであれば、ちょっと教えていただきたいんですが。まあ、この今回のクーデターされて、2月にクーデターされて、デモ抗議には参加しました。デモ抗議にミャンマー選手団が、ミャンマー代表選手団はデモを中心的にデモに参加しました。参加してて、ミャンマー代表の選手団だけじゃないんですけど、他の参加してるクラブの人たちも一緒に、ね、力を合わせてデモ抗議を行いました。その時ですね、自分たちそのミャンマー代表選手団が国後のこの軍事クーデターのことでは自分たちは絶対プレーはしません、しないというのことを発言をしました。でその発言がしてたにもかかわらず、自分たちはミャンマー国後のもとで元でプレーをすることになったんです。
になったんですよ、日本でね。だからこそ、ミャンマー国民にミャンマーサッカーチームが批判されたと思います。うん、思います。ただ、まあ、家族に対しては、迫害とか殺害とかはそういうことはなかったです。今回のルサンハイルビが立てた後で、他のチームメイトの反応だとか、あるいは同じように日本に亡命を考えた選手っていうのは、他にもいらっしゃったんですか？他のね、今は彼一人だけ日本に残ってますから、他の代表選手団は日本に戻ってますから、他のミャンマー代表の選手さんのことはちょっと言いたくないんですね。まあちょっとですから、ミャンマーに今いるので、こういう発言とかをすると、彼たち今日ミャンマーに今到着してますから危険なので、あまり言いたくないです。すみません、毎日新聞の鶴見です。来月にオリンピックが開催されるんですけども、平和の祭典でもあるオリンピックなのですが、ミャンマーとしては参加してもらいたいというふうにお考えでしょうか？オリンピックにミャンマー代表が参加してほしいというふうに思うかどうか。平和な状況ではないので、ミャンマーは平和じゃない。ミャンマーは平和じゃないので、この状況ではミャンマー代表は、オリンピックに参加すべきではないと自分が判断しています。ただ政治とスポーツは別なので、FIFAでは世界フィバでは、その政治とスポーツを別に考えるべきだというのを決まりがあるので、2つの面では見れば、これは山は平和じゃないから参加すべきではないと思うんですけど、スポーツとは政治じゃないというの面では、政治は政治で、スポーツはスポーツだから、フィバがもうそういうふうに決めているので、参加すべきだという2つ点があります。という参加してほしくないっていう。デビューはするしね。バレンタインだけど。どっちかをはっきりしようとしたら、ミャンマーは平和ではないので、参加すべきではないです。キリさんと同じようにですね、複雑な思いでですね、参加する代表選手もいるかと思うんですけども、今後多分行動監督が厳しくなると思うんですけども、だからその点についてどのように思われるかございますか？自分一人で三本の指立てただけでもこんな騒いでちゃったので、ね、他にも5名10名ぐらい
自分のような選手ができたらもっと大変なことが起きるので、あの 起きると思います。あのそういったことに関して、あのオリンピックが仮にあって始まってミャンマー代表が入ってきた後なんですけども、あの日本人とか日本政府にその安全面で何か求めたいこととかってありますか？ミャンマー代表のチームたちのために安全確保について日本政府にこれがお願い何かをあの使いたいというのをお願いしたいというのですが、まあ、例えば同じように、うん、分かんないですけど3本指を立てる選手がオリンピックで現れたとして、はい、その人たちに対する人権を守る権利において、はいはいはい、ミャンマー代表だと先ほどおっしゃったサッカー連盟さん難しい部分があると思うので、はいはい、その件について、はい、日本政府及び日本の保護もしくは IOC とか、はいはい、分かりました。平和の祭典なので、はい、分かりました。あの2例と2号がダメアコラメマのメディアの皆さんのパーティーですね。これはジャオダルでただ 2度の2号パーラーでルイシーモンシリメモンジャントムランコメディバイシモンシリメエルルルよりこうカーブエピフォーディーのカーブエスのフィルカーブエスサンショウビューモンの2度の2号サンショウビューモンの2度の2号エプロロロジュエルプルブーディーズのトンセンシャン。まずはですね、まあ、日本政府にお願いすることより、まずですね、ミャンマーにいる家族ですね、家族をどっかの安全なところに移動させてから、まずそういう行動、そういう行動を、そういう三本の指を立つとかそういうのをやるべきだと思います。まあ、その後日本政府に保護とか、支援とかを求めます。で自分は今経験があります。どういう経験があったかというと、自分は3本の指を立ってました、立つことはしましたけど、自分の家族を安全な場所に移動させなくて、先にこっちでこうやって自分の家族は今安全じゃない状況 になっていることが一つ経験から学ぶことかなと思います。これから難民申請されると思うんですけども、五輪までの間に何か本人がでもない何か活動されるような、まあ、今シンボルのような形になっているので、ご予定でございますか？あ、どこかでシャンプーでしょ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 、年齢値、C かな、じゃあれば、どこかでシャンプーでしょ、どこかでシャンプーでしょ、じゃあれば、じゃあれば、サナキャラでシャンプーでしょ、どこかでシャンプーでしょ、今は大阪に行きますから、まあ、大阪でちょっと、まあ、今とりあえずはデモボギーとか今ないので、今は。ですから、もし東京に自分が復帰することができたら、東京の方でデモ活動とか、そういうのとかには参加して、
まあ、参加してみんなと一緒にデモ講義とかを行ったり、結構 Facebook とかで今までかなり計算な日々経験と同じような年代とかなくなってると思うんですけども、デモではどんなお気持ちでどういうことを訴えたいかというところについて教えていただくのか。こういう無差別に受刑されてることとか、無差別に殺害されてることとかは、には自分がそういう殺害とかされてる、されてほしくないです。で、自分たちには何の武器も持ってないくて、ただそのデモに参加してる、普通に平和的な活動で、自分たちの表現の自由を使ってデモに参加してることだけです。でそのまあ、これからですね、この、まあ、そういう無差別に殺害とかされないように、そのデモデモ攻撃を行っている人たちも、まあ、これから、まあ、無差別に受刑されないように、そういう人を、自分たちの方、まあ、自分たちでその守るべき、自分たちでもこういうのを殺されないように、そういうのをすべきだと。すみません。ライスさんの質問で、ハルメパフィーなんですけど、これにミャンマー代表参加するべきじゃないんじゃないかというご意見がありましたけど、これは森にサッカー代表だけではなくて、それでもスポーツの代表チームに関して参加しないほうがいいんじゃないかということでよいのか。ちょっともっとお話しします。聞こえなかった。サッカー以外のスポーツの代表も森に参加すべきではない。そういうことでいいんですか。こんなわけでは、パワーウーストが、ボロンディーの電源のチャーティングで、パワーウーストで、どうも。ティーガーのブルースは、セチャーアウラテイのパーティーユースが、パワーウーストだろう、あの、ツナローを感じるのが、ブルースの服は、参加だけじゃなくて他の も含まれています。で、まあ、自分がその他のスポーツとかには言って自分たちが参加するとそれもまたおかしいで、まあ、全てのことを言いたいことなので、まあ、自分たちはなぜじゃあ日本でなぜプレーをしたかというと、まあ、いろんな
やらないとわからんところがいろいろあります。だからフィードは聖火連盟からですね、支援とかいろんな罰則とかそういうのとか与えられるのがちょっと自分たちにとってはされたくないのでそういうの仕方なく参加したところもあります。それはパラリンピックも同じですか？パラリンピックも同じです。パラリンピックはちょっと言いたくないんですけど、まあ言うたらミャンマーがミャンマーが平和になっているから平和な状況でミャンマーはちょっと安全な国になっているからこそスポーツとかが海外とかまで行ってスポーツとか試合とかに出ているとかのことをの意味を取れられるので、今現在現場は平和ではないので、だからそれを平和じゃない国に山なので、それを私そこをさスポーツとかもできてるやんとかなんかそういうの言われるのが嫌なので、パラリンピックのことはちょっと言いたくない。パラリンピックは参加してするとか参加してほしくないとかちょっと避けます。しないで私は良かったというふうにそういうふうに思っています。で、彼はいろいろ思い悩んでいたので場合によっては帰国を選択した可能性もあるんですけど、ただ客観的に見るとその彼が帰国した場合にはその国軍から迫害を受ける可能性はかなり高いというふうに思われますのでね、日本から帰った後そういう目に遭った時にどうしてあの時救えなかったのかという多分後悔を私たちは多分味わうことになるんじゃないかというふうに心配してたので、本当に彼が最終的に残るという選択をしてくれて本当に良かったというふうに思っていて、申請は通らないというふうに推測されています。申請はかなと思ってます。今のそのビルマの国内状況がですね、もう疑問の点は何もありません。要するに国民を守るための軍隊がですね、国民を無差別に襲撃しているという実態がありますから、デモに参加しただけで殺されるというそういう条件がありますからね。で、彼のように代表として外国でスポーツ大会に参加して国軍を批判したということになったら、これは国軍にとって絶対許せないという、それは客観的に見たら明らかなので、日本の難民認定率はすごく低いんですけど、さすがにこれを難民として認めなかったら日本で難民となる人は一人もいないという、そういうことじゃないかと思いますので、そこは疑いは全く持っていません。今回ですね、警察の方に特捜情報を出したということなんですけれども、この内容って伺えたんですか？彼は行動の自由を奪われていると、監禁されているというふうに私は理解したので、その監禁を解くようにこれは警察しかできないので、彼が行動の自由を確保してその自由に判断できる状況の下でアクションを起こすというそういうことができるようにということでお願いをしました。なんか帰りってあったんですか？
夜中の3時頃出したんですけど、ちゃんと外事課の管理官が出てきてですね、一応調べて報告しますということで2回報告をいただきました。まあ、それによるとサッカー協会を通じてなんですけど、日本のサッカー協会ね、監督しているところですけれども、一応中での行動の自由は保障されているみたいなので監禁とは考えられませんという、そういう返事は2回いただきました。ただし現場へ行って警察自ら確認をするということは全くしなかったので、その点はどうかなというふうには少しは思っています。先生が把握されていた売れ子の監禁というのは具体的にどのように把握されているんですか？だからやっぱり部屋から出れなくなっているというそういうことですね、それだとそのホテルの外へ助けを求めに出ることもできないので。すみません、大阪に研修員の ご家族の方もですね、すごく心配されると思うんですけど、ご家族との連絡は今通常に取れてるんですか？それともなんか監視下に置かれてるように感じられてるんでしょうか？SNS のメッセンジャーを使ったら普通に連絡取れます。それはでも監視されてるっていうのは何とも言えない。そこは分かりません。監視されてるかされてないかはちょっとわかりませんが、今の段階では家族はまだ問題ない、まだ持った問題ないというか、まだ大丈夫という状況です。まあ、国民に、転校するというか、向かうようなことをお聞きされて、その家族が不安を受けるというような事例というのは、今のところ、日本では起こってなかった。本人で事例ですか？本人じゃなくて家族が、はい。はい。今は、それは、自分のシェアなんですけど、今は、ただ、自分のシェアなんですけど、グローサミナリーで行くのかな。もちろん、何度に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 、その事例がいっぱいあります。そのサマの意味を立ってても立たなくても、山国君は自分たちは勝手に介護したいときは介護するし、普通にバイクとか運転してる人たちでもバイクを止められて対応するケースもいっぱいあります。あと、運転に帰られた命の危険を感じられるということで、もう何も来られたでも最初はそこまで持ってられなかったということでしたけども、それは今の報道とか客観的情勢を見られてそう思われたのか、何か新しい情報といいますか、具体的なものがあって、そう思われたのか。全ての、彼たちは好き勝手に対応しているので、いつ対応されて対応するか、拷問するかは分かりません。ありがとうございます。はい。ご出身、もともとのご出身地と、もし差し支えなければ、その民族というか、今族。ヤンゴン出身ということですか？ヤンゴン、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 ヤンゴ
1994年2月17日、難民申請っていうのと緊急措置っていう関係がちょっとよくはっきり分からなかったんですけど、まずは難民申請されるということで、それはですね、はい、難民申請というのは難民条約上のですね、難民認定申請という、はい、で、難民条約で規定されているんですね。で、認定されると、はい、その、本国に送還をしてはいけないという制約義務を負うという、そういうことになるわけですね。で、まあ、日本の法律では難民認定と同時に定住者の在住資格を与えて、日本でまあ事実上永住できるような、そういうことを認めるということになってますね。で、緊急措置というのはですね、暫定的な措置なんですよ。難民認定を受けなくてももう包括的に一定のこういう範囲に属する人についてはですね、人道的な庇護を暫定的に与えるというそういう制度なんですね。じゃあそれは申請とかはいらなくて自動的に給与される？いや、申請は多分しないといけないと思う。在留期間が経過するときに何もしなければ、はい、在留期間オーバーステイになってしまいますので、はい、多分申請は何かしないといけないんですけど、はい、今までシリア難民がね、はい、そういう扱いを受けています。個別の難民条約の難民認定の申請をしなくても、はい、そのシリアに帰れないという、そういう状況が認められればですね、特定活動を認めているという。同時に進めることも可能なんじゃないかなとは思ってるんですけど、うん、そんな感じでは難民認定申請の方をとりあえず難民認定申請はすることになると思います、はい、今はビザの種類としてはどういった？今は短期滞在、はい、90日のそれ、うん、それがじゃあ終わる終了までのタイミングで申請、うん、だからまあいろいろですね、短期滞在は働くこともできませんから、はい、もう短期滞在から別の在留資格に切り替えてもらう、就労のできる在留資格に切り替えてもらうという、そういうこともあり得るので、まあ、早く仕事ができるような、ね、はい、状態になるといいんですけど。じゃあ、すぐにその難民認定申請するかというのはまだ分からないですか？いや、難民認定申請はもう伝えなくすることになると思います。うん、まあ、それに応じて在留資格がどうなるかというのはですね、まあ、入管もいろいろこれから検討することになるんだろうと思いますけど、まあ、その申請するタイミングとかでお知らせいただけないですか？難民認定申請、はい、それはご連絡差し上げるようにしますから、はい、ごめんなさい、月内に難民認定申請をする意向であるということで間違いないです。間違いないかと言われるとちょっとほぼ間違いないということは言えると思いますけど、その手続き上の流れで緊急避難措置とかも検討しているということです。そのプロセスの中で、いや、難民認定申請に伴って今取り扱い中の在留資格の取り扱いというのは一応は決めてるんですよ、はい、それとその今回のビルマの人に、ミャンマーの人について適用される緊急措置がどういう関係になるのかというのはまだ多分整理されてないと思うんですね、うん、これからどういう適用関係になるのかやっていく中で明らかになってくると思うんですけど、そろそろよろしいでしょうか。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。